はい、皆さんこんにちは、ワダルギルビッシュです。では今回はステラリスガンダムモト続きをやっていきたいと思います。実はですね、あのあとこの統合オクタクノル公国と戦争を始めてみたんですが、かなりの削り合いになってしまって、ちょっとねそのまま継続するにはどうだろうかという状況になってしまった背景があるので、今回はもう少しね、戦力を上げてから改正に踏み切ろうかなというところで、もうしばらくね内政の方お付き合いいただければ嬉しいなと思います。であとはですね、実はあのサラミスというか、あの駆逐艦ですね、駆逐艦を新しく一隻、新サラミスという名のもと、この火器管制補助システムを搭載したものを作ってみましたというか設計してみたので、これをね、ちょっと数としては第一艦隊を中心に配備を進めていきたいなというふうに思ってます。なので駆逐艦のサラミス階級、これを4隻で、あとは巡洋艦クラスになっちゃいます、まあ、ちょっと紛らわしいんですけど、サラミス階級ですね、これも、数としては 2,3 隻増強していきましょう。でお金はね、今艦隊を動かしていないっていうのと、船もね新しく増強していないので、まあ、今駆逐艦を4隻入れましたけど、プラスの傾向にあるんですけど、今度追いつかなくなってきているのが鉱物なんですよね、鉄。もうここはこのゲームに関して言うと、戦力を作れば作るほど金がかかるっていう意味で、いつまでたってもバランスゲーですね。国がでかくなれば内政が楽になるっていう要素は本当にない、そういうゲームバランスになっているなという感じがします。でちょっと待ってね、ボール破壊帝国とテラスルス独立国が戦争を始めたと。こいつらいつも戦争してるからな。ここにも採掘ドローンがいるね、古代の採掘ドローン。ただ当面の敵はやっぱり統合オクタクノル公国、ここにターゲットを絞っていくんで、そうするとこの豊富な資源地帯を確保して戦力の大増強を図るというのが必要になってくるかな。特にこのピクラムの鉱物銃はむちゃくちゃでかいんで、この銃は絶対に確保したいですよね。さてまた古代の何かしらという話だけど、金が1000入ってくるのはでかいな。エネルギー通貨1000はでかい、本当にありがたい。でできれば影響力もね欲しいところなんで、どうしても新しい政権を獲得するには
60の影響力、今22プラス2って出ているここですね、これが60貯めなきゃいけないんで、ここがね結構重いんですよね、舐めるっていう意味では。あとは新しく設計できるような鑑定があるかだな。ガンタンクとかいらないからね。ガンダムとか新しく設計してもしょうがないからな。そうするとアサルトキャリアになるとベースをどれにするかって話になるんだけどね。ホワイトベースの次、例えばそれこそアーガマーとかがね出てきてくれるとむちゃくちゃテンション上がるんですけどね。死人が出たか、誰やどうかだな。これを、まあ、ここは白っ子だろう、パッと見で。でそれとは別に、あまたちょっとね宅急便なり宅配便なりが来てるとは思うんですが、入れといてもらいましょう、宅配ボックスに。宅配ボックスがついてるんで、多分ね、あの業者さんの方も宅配ボックスにスコーンと入れて帰れる方が楽ちんなんじゃないかなと。この上の方の階まで上がってくるよりは。あとまあちょこちょこお話してると思うんですけど、今あの僕の住んでるマンションが大規模修繕工事が入ってまして、ちょっとね、その工事の音が入ってしまったりする部分があるかなと思うんで、ちょっとそこがもしかしたら、お聞き苦しい点になってしまうかもしれないんですが、ご容赦をいただきたいです。磁場の変化の話、これは研究、物理研究150か、まあ、もちろんねありがたいんだけど、発展戦術、予測アルゴリズムの大いなる進歩によって戦術的意思決定能力の増強が図れるよっていうこと、ちょっとどれくらい何に効果があるかっていうのをもうちょっと分かるようにしてほしいな。エネルギー算出プラス20は嬉しいよな。採掘ドローンレーザーはこれ強いの、採掘ドローンレーザーか、もしくはこの改良デフレクター、改良デフレクター先に入れよう。これでシールドの防御がアップするんだったら御の字だな。で今回の選挙は開始で支持率でいうとバナージがトップだね。バナージの年齢83歳っていうのも驚きだけど、開始伝が105歳っていうのがすごいよな。バナージ83歳、まあ、バナージが死んだら次の新しい統治者が選ばれる感じかな、今の情勢を見る限りだと。そうすると造船所で、今回はサラミス階級巡洋艦ですね、これを1隻と
コルベット、特にサラミスカイの巡洋艦はもう 2,3 隻と、あとは新サラミスっていう駆逐艦はちょっとサラミスサラミスで紛らわしいんですが、これはあと 4,5 隻作って第一艦隊を完璧なものにしていきたいですね。艦船の設計する上でやっぱり出力不足に陥ることが多いんで、出力系の研究が新しいものが入ってきたらなるべく早くそれはやりたいですね。で今はリンゴが8余ってるんで、このリンゴの8をどういう風に処遇するかだな。リンゴの8がもったいないもんね、8余らせ続けるのは。リンゴの8を何か違うものに変えたいな。ちょっと確認していきましょうか。地表でリンゴが2のところはもう変えちゃってもいいかなって感じはするけどな。ここは除去しちゃいましょうね。ちょっとお金もかかっちゃいますが、ハンガーボット、デンジャーを追跡したところ、戦艦サイズはメガコンピューターを隠していた秘密の地下壕にたどり着いたという話。鉱物プラス100、もしくはハンガーボットの補正が120ヶ月の間追加、工学研究プラス10、謎の計算を続けさせてやろう。もうここは工学研究プラス 10% の方がいいよね。さてさて、困ったのがこのリンゴだな。このリンゴ1は消し去ろう早々に。でどうする。ベザリアン鉱石持ってないからベザリアン発電所は作れないので、そうなると鉱山ネットワーク型1型か、まあ1型だな。まあ金ももちろん欲しいんですけど、建設船がちょっと遊んじゃってるこの状態がちょっともったいないんだよね。かといって建設船を1隻減らして2隻体制にするって勇気もないしな。で統合クタグノル公国とはちょっと険悪なムードになってるんですけど、どう考えてももったいないのが、リンゴがもったいないんで、リンゴをちょっと売りつけよう。貿易協定でリンゴ毎月、まあ9まで送っていいかなって感じするんで、仮に10とした場合鉱物くれる毎月。うわくれないか。エネルギー通貨はくれないか。じゃあしょうがないね、余らせとくのはもったいないけど。何かしら物を生み出したいよね、この捨ててるリンゴをさ。
研究協定、研究協定はどう？いや悪くない話だと思うけどな。拒否されましたけど、研究協定に関しては。鉱物資源がまとまった数欲しいんだよね、今は。そうすれば第一艦隊の増強がほぼ完了できるんですけどね。そしたら第一艦隊と第二艦隊で統合奇策の公国に攻め入ることができると。生態研究所新潟ですね。じゃあ次の研究ですが、直轄整形プラス1もでかいけどな。いやここは直轄整形プラス1。いやでもな、整形増やす予定が今すぐにないからな、もったいないですよね、そう考えると。じゃあ進行軍の士気プラス15にしよう。外交上で宿敵を宣言してきたか、統合奇策の公国。いよいよなんか戦争の雰囲気が出てきてるな。サーボクチャズの、ちょっと一貫時間止めますね。主張してきたわけだ。こっちは？ホーターズ。ちょっと場所を確認しておきましょう。サーボクチャーズがここで、ボーターズがここだな。しょうがないね。そしたら第二艦隊を、ボーターズへ。で、もう一つの場所は、ちょっとね、地球圏にいる第一艦隊をうまく回答させることができないので、しょうがないね。戦力としては6000しかないんですが、駆逐艦、これを一隻。さらに、コルベット。これを追加して第一艦隊の増強を終えましょう。で宣戦布告して、敵艦に殴り込みをかける。グラミアムも主張してきただと。舐めてるな。いつ戦争を仕掛けてきてもおかしくないね。護衛艦をね、派遣してあげる余裕が、今の3個艦隊編成のうち、しかも第4艦隊は財布に貼り付きなんで、ここがちょっともったいないとこなんですよね。
キューゾムに攻め込みたいんで、キューゾムに向けてという意味では、第一艦隊と第二艦隊をホーダーズに集めて、ホーダーズからキューゾムに一気に進攻しましょうか。待ってね、戦争が始まった。どこで海賊艦隊財布か。まあ財布しかも1900、まあ4000の我が艦隊第4艦隊であれば迎撃はもちろん可能だとは思うんですけどね。海賊艦隊も日に日に強くなってきてるからな。第4艦隊も本当にどっかでもう一度再編してあげないといけないな。ハンタクとの貿易が終わっちゃったんだったら、ハンタクにもう一度今度はリンゴの数を増し増しで交渉しよう。がマイナスだと話にならないよな。この辺りはリンゴを減らして、ちょっと他の生産に物を当てていく必要がありそうですね。財布にいる艦隊、これ一度今の隙に艦隊修理で戻します。で、新サラミスをもう一隻作っておいて、コルペットを作って、これで本当に終わりにしよう。第一艦隊の増強はね、まあ、7000は超えてくれると思うんで、この超えた7000を持っていよいよ東郷クタクノル公国に対して宣戦を布告していきましょう。研究完了したね。建設完了したね。攻撃系のシステムでもいいんだけどね、新しく設計し直さなきゃいけないっていう手間を考えると、物理機関の位置型にしておきましょう。で、遊んでる調査船がいるんで、調査船は資源調査に向かわせます。で、第一艦隊が7000を超えたので、第一艦隊と第二艦隊で、この後東郷クタクノル公国に対して宣戦を布告で、第四艦隊はドックで修理が終わったら財布に戻します。
そんなところかな。じゃあ早速なんですが、ハンタク、違う、東国タクノルに対して誤信、宣戦を布告します。 In declaring war, we also need to declare our intentions to both our enemy and any allies. These war goals determine what kind of demands we can press during peace negotiations.そうか、先に請求権を管理しちゃわなきゃいけないんだな。じゃあ請求権の管理から始める。請求権を作成します。どこにというとこなんだけど、ここはまあ一番わかりやすいとこで言うと旧ソム、ここにしたいけど、ここが無理なら、うーん、そうだな、アルファヒドリにする。30かかるけど。でこの後戦線を告していきましょう。これで宣戦布告完了しましたね。ちょっと待って、今思えば、さてさて、よく考えたら第一艦隊をしっかり動かしてからのが良かったな。まあいいや、ボーダーズまで動かしましょう。まずは第一艦隊動かすとなると金が赤字になるよな。はい、ではもう宣戦布告して後戻りはできなくなりましたので、ここで一旦じゃあ終わりにしてですね、次回いよいよ東国タクノル公国、ここに艦隊を進めていきたいと思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。